三重県以外の46都道府県には、このような条例は存在しません。この条例が施行された昭和39年代には、日本全国に24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアはまだありませんでした。しかし、この条例が施行されてから49年後の平成25年、今現在、24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアは日本全国にたくさんできております。よって三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業はもう必要ないのです。そうだそうだ、シュプレヒコール、おー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞ。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな。許すな。パチンコオールナイト営業を打倒するぞ。打倒するぞ。伊勢神宮を出しにして儲ける不定先人をまとめて日本から叩き出せ。叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ。戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ。粉砕せよ。四日市市民の皆様、大変お騒がせしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対するデモ隊です。本日は日本全国47都道府県中、三重県だけで行われている三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコや24時間営業をやめさせるべくデモ行進を行っております。そもそも違法賭博、脱法賭博であるパチンコ、そしてその脱法賭博パチンコ屋の売上金の一部はあのプロ国家北朝鮮に送金され、そのお金はミサイルや核の脅威、拉致の資金等になり、我々日本民族を脅かしております。最近では韓国にも流れ、反日プロパガンダ資金になっているとの情報もあります。メジャー白書2013によりますと、パチンコをやる日本人は約1110万人です。前年比で150万人減少しております。つまり1億人以上の日本人はパチンコなどやりません。うわ、パチンコをやる少数の人のために、パチンコをやらない1億人以上の多数の日本人が北朝鮮の脅威、韓国の反日プロパガンダに怯えなければいけないのでしょうか。そうだそうだ。シュープレヒコール、おー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞ。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許す。許すな。パチンコオールナイト営業。
業を粉砕するぞ、粉砕するぞ。伊勢神宮を出しにして儲けるうて朝鮮人を日本から叩き出せ、叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ、戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ、粉砕せよ。四日市市民の皆様、大変お騒がせをしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対するデモ隊です。三重県では日本で唯一大晦日のパチンコのオールナイト営業が条例によって認められております。我々はその不条理に対して知事の見解を問うため、三重県知事に対し公開質問書を提出いたしました。しかし知事からの回答はなく、知事室からの回答のみとなりました。その内容は、パチンコの営業時間につきましては公安委員会の権限と責任で行われているものでありますので、公安委員会の判断により運営されているものと考えていますと言った。大変お粗末で責任転換をしていると思われても仕方のない回答でした。我々はこのような無責任な回答を絶対に絶対に許しません。闇の深いタブーとされているパチンコ問題に対して、我々は断固断固反対の声を上げ続けます。シュープレヒコー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞ、粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ、改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな、許すな。パチンコオールナイト営業を打倒するぞ、打倒するぞ。伊勢神宮を出しにして儲ける、不定朝鮮人を日本から叩き出せ、叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ、戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ、粉砕せよ。標識ある三重県民の皆様、並びに四日市市民の皆様、大変お騒がせをしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対するデモ隊です。本日は日本全国47都道府県中三重県だけで行われている三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業をやめさせるべくデモ行進を行っております。毎年12月31日から1月1日の年末年始になると、伊勢神宮への参拝客に賄賂を貸すという名目で、三重県ではパチンコ屋の24時間営業、最大で40時間にも及ぶ営業が風俗営業などの規制及び
適正化などに関する条例で認められております。このとんでもない条例のせいで日本全国からパチンコユーザーが三重県に集結してくるのです。この時期の三重県は伊勢神宮への参拝客で鉄道や道路が大変混雑します。ただでさえ混雑しているところに日本全国からパチンコユーザーが自動車を使って集まるもんですから、パチンコをやらない大多数の三重県民は大変迷惑を被っているのです。そうだそうだ。あまりに混雑がひどくなるので北西地区に住んでいる県民の中には隣の県の神社へ参拝しに行くといった状態になっているのが現状なのです。もちろん明治神宮がある東京都、熱田神宮がある愛知県、出雲大社がある島根県など三重県以外の46都道府県にはこのような条例は存在しません。この条例が施行された昭和39年代には日本全国に24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアはまだありませんでした。しかしこの条例が施行されてから49年後の平成25年の今現在、24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアは日本全国に当たり前にたくさんできております。よって三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業はもう必要ないのです。そうだ。シュプレヒコール、おー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業粉砕するぞ。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな。許すな。パチンコオールナイト営業を打倒するぞ。打倒するぞ。伊勢神宮を出しにして儲ける、不定先人を日本から叩き出せ。叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ。戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ。粉砕せよ。四日市市民の皆様、大変お騒がせしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対するデモ隊です。本日は日本全国47都道府県中三重県だけで行われている三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業をやめさせるべくデモ行進を行っております。そもそも違法賭博、脱法賭博であるパチンコ、そしてその脱法賭博パチンコ屋の売上金の一部はあのテロ国家北朝鮮に送金され、そのお金はミサイルや核の脅威、拉致の資金などになり、我々日本民族を脅かしております。最近では韓国にも流れ、反日プロパガンダ資金になっているとの情報もあります。
レジャー白書2013によりますと、パチンコをやる日本人は約1110万人です。前年比で150万人減少しております。つまり1億人以上の日本人はパチンコなどやりません。パチンコをやる少数の人のために、パチンコをやらない1億人以上の多数の日本人が北朝鮮の脅威、韓国の反日プロパガンダに怯えなければならないのでしょうか。まあ、安藤シュープレイコール。おー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞー。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな。許すな。パチンコオールナイト営業を粉砕するぞ。粉砕するぞ。伊勢神宮を出しにして設けるパチンコオールナイト営業の不定朝鮮人を日本から叩き出せ。叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ。戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ。粉砕せよ。四日市市民の皆様、先ほどから大変大きな音でお騒がせをいたしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対するデモ隊です。ここ三重県では日本で唯一、大晦日のパチンコのオールナイト営業が条例によって認められております。我々はその不条理に対して三重県知事の見解を問うため、知事に対して公開質問書を提出いたしました。しかし知事からの回答はなく、秘書室からの回答のみとなりました。その内容は、パチンコ屋の営業時間につきましては公安委員会の権限と責任で行われているものでありますので、公安委員会の判断により運用されているものと考えていますといった大変お粗末で責任転換をしていると思われても仕方のない回答でした。我々はこのような大変無責任で回答を絶対に許しません。非常に闇の深い日本のタブーとされておるこのパチンコ問題に対して、我々は断固断固反対の声を上げ続けてまいります。シュープレヒョー。伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞ。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにこのふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな。許すな。パチンコオールナイト営業を打倒するぞ。打倒するぞ。伊勢神宮を出しにして設ける不定在日韓国朝鮮人を
日本から叩き出せ叩き出せ。我々は三重県が条例を改正するまで戦うぞ。パチンコオールナイト営業を粉砕せよ。粉砕せよ。良識ある三重県民の皆様、並びに四日市市民の皆様、大変お騒がせをしております。我々は三重県の大晦日パチンコオールナイト営業に反対しているデモ隊です。本日は日本全国47都道府県中三重県だけで行われている三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業をやめさせるべく、この更新を行っております。毎年12月31日から1月1日の年末年始になると、伊勢神宮の参拝客にトイレを貸すという名目で、三重県ではパチンコ屋の24時間営業、最大で40時間にも及ぶ営業が、風俗営業等の規制及び適正化等に関する条例で認められております。このとんでもない条例のせいで、日本全国からパチンコユーザーが三重県に集結してきます。この時期の三重県は伊勢神宮への参拝客で、鉄道や道路がとても混雑します。ただでさえ混雑しているところに、日本全国からパチンコユーザーが自動車を使って集まるものですから、パチンコをやらない大多数の三重県民は大変迷惑を被っています。そうだそうだ。あまりに混雑がひどいので、北西地区に住んでいる県民の中には、隣の県の神社へ参拝しに行くといった状態になっているのが現状です。もちろん明治神宮がある東京都、熱田神宮がある愛知県、出雲大社がある島根県など、三重県以外の46都道府県にはこのような条例は存在しません。この条例が施行された昭和39年代には、日本全国に24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアはまだありませんでした。しかしこの条例が施行されてから49年後の平成25年の今現在、24時間営業のスーパーマーケットやコンビニエンスストアは日本全国に私たちの身の周りに当たり前にできております。そうだそうだ。よって三重県の恥、日本の恥である年末年始のパチンコ屋の24時間営業はもう必要ないのです。シュープレヒコール、おー、伊勢神宮を冒涜する三重県のパチンコオールナイト営業を粉砕するぞ。粉砕するぞ。三重県議会は直ちにふざけた条例を改正せよ。改正せよ。脱法賭博パチンコ産業を許すな。許すな。パチンコオールナイト営業を打倒するぞ。打倒するぞ。伊勢神宮を出しにして設ける不逞鮮人を今
タート。